足利義教は三代将軍義満の子として生まれました。母親は義満の側室で、兄弟には四代将軍の義持がいました。義教は14歳で出家し、25歳の時に比叡山延暦寺のトップの役職である天台座主に就任しました。平安時代以降、天台座主は皇族役業の指定がつくのが一般的でしたが、義教は特別な人材と評価されていました。しかし兄の義持が病に伏すと、後継者問題が発生しました。義持は男子がいなかったため、くじ引きで後継者を決めることとなりました。このくじ引きは石清水八幡宮で厳粛に行われ、義教が将軍の後継者に選ばれました。しかし義教は元服前に出家していたため、俗世での扱いは子供扱いでした。また出家者が元服して将軍になる前例がなかったことから、朝廷は義教の将軍就任に反対しました。このため義教は元服将軍と呼びバカにされていました。約1年後、元服して髪の毛も生え揃うと、ようやく30歳を超えた義教は征夷大将軍に就任することができました。鎌倉公方の足利持氏は義教の意向を無視する行動を重ねたため、両者の対立が深刻化します。持氏は義教のことを元服将軍と呼びバカにし、祝賀の使者も送りませんでした。義教は激怒し、持氏討伐を決意します。朝廷から臨時を取り付け、関東の諸将に持氏討伐を命じたところ、多くの武将が義教側につきました。最終的に持氏親子は自害を余儀なくされました。その後、義教は守護大名の力の抑制にも力を入れ、家督相続に介入するなど強権的な手段で大名を制御しようとしました。義教の暴れ振る態度は家臣たちに恐怖心を抱かせていました。義教は些細な理由で激怒し、処罰を下す無茶な態度が目立ちました。例えばある公家が微笑んだことに激怒して領地没収にしたり、鶏が行列の邪魔をしたため京都から全ての鶏を追放したりしたそうです。特に注目すべきは赤松光助との関係です。光助は義教が守護大名を抑圧する政策を実施する中で、自らが狙われることを恐れ、殺される前に殺そうと決意し、義教は自邸で暗殺されてしまいます。この事件は可吉の乱として知られ、幕府の権威に深刻な打撃を与えました。義教の死後、義勝が7代将軍を継ぎますが、すぐに没します。その後弟の義政が継ぎますが、優柔不断な性格で政治が行き詰まり、ついには応仁の乱を引き起こしてしまいます。義政は政治から遠ざかり、趣味の建築や文化に打ち込むようになりました。東山文化を象徴する銀閣寺はこの頃に建てられています。このように義教が目指した将軍権威の確立は、その強権的な手法ゆえに結局達成できませんでした。しかし義教が天台座主を務めるなど非凡な才能の持ち主だったこと、並々ならぬ覚悟と決断力を持っていたことは間違いありません。もし自制心があれば名君となれた可能性もあったでしょう。